イト。はい、秋田県。はい。で、あと、何がおすすめですかね。あ、ゲソで。はい。鶏の唐揚げ2つ入れてもらっていいですか。今回購入したものになります。よいしょ。かなりビッグサイズ。チキンカツ、大。で、ゲソ、一つ。で、唐揚げをね、二つ買いました。これで500ちょっとぐらいですかね。およそ500円ぐらいです。ちょっと早速いただきましょう。とりあえず、まず定番の唐揚げからいきましょう。あ、もう天ぷらの感じですね、この衣が。天ぷらの衣ですね。ちょっといただきます。天ぷらの感じですね。まだ唐揚げとは違った。唐揚げとはちょっと違った。鶏天ぷらに近いような感じなんですけども、中にこの胡椒が練り込まれていて、ちょっとなんか、また新感覚ですね。これまた天つゆとかつけて食べるのもいいかもしれないですね。で、こちらがね、ゲソ天です。男性の間で結構人気だそうです。ちょっといただきます。うまっ。かなりボリュームがあります。こちらがチキンカツになります。すごいボリュームです。大きいサイズですね。すごい重要です。こちらはね、パンを作ってますね。また天ぷらとは、先ほどの天ぷらとは違います。でもすごい重量をね感じます。いただきます。もうそのまんまでいただきます。おうまっ。あ、うまっ。これ中がね、あん、中に胡椒が練り込まれてます。先ほどの唐揚げと中身が似たような感じなんですけども、肉が柔らかい。なんかちょっとフライドチキン感はあるんですけど、このサクサク加減がめちゃめちゃ強いです。これ美味しいですね。これ炭酸ジュースと一緒に食べたいな。うん、うまっ。これうまっ。これ最強。これ美味しい。カレーの、ね、上に乗っけたら多分もう間違いないです。これうまっ。フライでね、中に胡椒が練り込まれてるというか、はっきりと分かるような感じで胡椒が練り込まれてるっていうのも初めてですね。本当に肉がパサパサしてるんじゃなくて、本当に柔らかくてジューシーです。炭酸ジュースとめちゃめちゃ合う。やば。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。